はい、どうもテッシーです。お世話になっております。ファイアーエムブレム紋章の謎、続きをやってまいります。今回は第2部8章、ソウルフルブリッジ、カタカナになりましたね。カシミア大橋って言ってましたよね。で、マップが来ました。ちゃんとマップと戦場マップがリンクされてますね。ラーマン神殿を取り返したのも束の間、マルスたちはアカネイア軍の追撃を恐れてカシミア海峡へと脱出した。だがようやく中央の島にたどり着いたアリティア軍を新たな敵が襲う。アカネイア軍が北より接近、このままでは包囲されます。絶体絶命、マルスたちはこの危機を果たして無事に切り抜けられるのだろうか。どう時たまどこの視点で分からなくなってることありますよね、このストーリーが。お、パラディンがいますね。で、変なのがいましたね、ジェネラルみたいな。はい。で、今回のマップもね、これまた面白いことに、まあ面白いというかちょっと不思議な形してるんですけども、ここの下、ここがですね、あのラーマン神殿があった場所ですね。それで、この舞台ですね、アストリアがどっかにいるはずなんですけども、いましたね。これ前回のマップでも出てきましてね、これ左上にいたと思うんですよね、前回のマップでは。ですので今回左下にいるので、前回のここの神殿からこうマルスたちがここ渡ってきて、ここ多分ここに出てる、確かここに出てくるんですよね。ここですよね、ここにいる状態です。で、北からアカニア兵が来てますぜっていうことで、パルディン来てますね。確かこのジェネラルの中にね、あれ、もう一、あ、いました。これジェネラルとちょっと形が違うんですけれども、今回の物語の主人公、まあ主人公じゃないか、ハーディン皇帝となっておりまして、グラディウス、闇のオーブを持ってます。力、技、速さ、守備、魔法、全てマックス20、これ最強ですね。はい。で、ここ守ってるのがまたジョルジュ、スナイパーパルティアですね。はい。ここでジョルジュはね、仲間にしないとっていう状態なんですよね。星のレを持ってますけど、これいける、いける、これ絶対無理じゃね、大丈夫か。まあちょっといつものようにアイテム整理しますね。確かナバールが結構、そうですね、フィーナは何も持ってないと。で、どうしますかね。ドーが騎士勲章持ってますよね。で、鋼の剣を預けちゃいまして、リンダアイテムもらいましょうか。ファイヤーもらえますね。あ、ゴードン、ヒレの書持ってたのか。ゴードンがオリオンの矢をいただきます。天使の子供か。天使の子供どうしましょうか。誰に使おうか、ちょっと迷ってまして、ライブリブロレスキュー、鋼の剣、ウォーレン、キラー棒も預けちゃいましょうか。このところですね、ちょっと時間いつもかかっちゃってるんですけど、ここもね、あの私の動画カットしないでっていう感じでやってるんで、よろしくお願いできればと思います。
フィーナとナバールはちょっと入れたいんですよね。とりあえずフィーナは入れて、アランいらねえか、オーレもいらねえな。でナバール入れといて、鉄の剣、鋼の剣、サンダーソードもさせとく。それでいいでしょう。鋼の剣を持たせておこう。まあこんな感じですか。ちょっとよくわかんないですけど、でジョルジュがいたので、ジョルジュはねゴードンですね、スナイパー仲間でっていう感じですね。これで OK なはずです。あれ、あ、これ仲間か。まず掃除、ご無事でしたか。カイン、君こそ大丈夫なのか。ええ、なんとか敵を振り切って逃げてきました。しかし奴はもう橋の北にまで迫っております。もう大丈夫だよ、僕たちが撃破してみせる。いえ、それはダメです。ハーディンは不思議な力に守られていて手出しができないのです。とにかく今は戦っても勝ち目はありません。北西の砦から船で対岸のカダイン砂漠へお逃げください。王子、南の傭兵隊も間もなく動き出すでしょう。確かにここは戦う時ではありません。カインの申す通り、とりあえずカダイン砂漠へ逃れましょう。あとのことはそれから。そうか、悔しいけど仕方ない。全軍北西の砦へ急げ。という感じで、これこれ倒せる？これ来ちゃうんじゃないの、下から。大丈夫かな。星のレを持ってますけど、これマルス、お前なんでそっち左にいんねんと。これなかなか辛いね。この村ね、忘れちゃうとね、ちょっとショックですからね。ちなみにここは何売ってるの？キラー系、あー銀か。まあもう一個持たせとこう。アーマーも買っとくか。オッケー。待機。うわ、上からパラディン、下から勇者。素早さ、高速ゼロ、ゼロ、ゼロゼロか。だったら大丈夫ね。これ下に逃げられ、ちょっとやばくない？速さ14って。3体来るわけでしょ。21 8 3 24、一応大丈夫っちゃ大丈夫だけど、きっつ。まあカインとね、ジェイガンが言ってくれたように、もう左上からとにかく逃げろと下流石言っておりますんで、そうしましょう。このパラディンは抑えられればもうそれでやりたいんで、まああとはマジでどんだけ抑えられるかですね。このショーもなんか意外と早い感じですね。
あ、だ、そっか、だからアマキラ売ってるのか、そこに。もう、なるほどね。ちょっと、もうちょっと買っとこうか。ジェネラルが上にいっぱいいましたよね。やべえ。大丈夫か。ここ、パラディン来ますよね。だいぶ、ちょっとしくりましたね。いきなりしくった。これ怖いけど行くしかないっすよね、もう。ちょっともう行っちゃって。これ星のかけら見逃すわけにいかないですからね。ターン終了。ジェネラルは遅いですね。これアーマーキラーで倒していかないと。いやー来ましたね、やっぱり。避けろ。うわー、まあ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 、1回しか来ないんで。そっち来る。手槍持ってるやつの方に来るかい。あー、必殺持ってたんか。かなり強いね。ああ、よかった。大丈夫でした。下から来なかったです。ここまでは大丈夫だと。結構近いですけどね。まあ、ここは入りましょうか。おっ。おお、これはまず掃除。久しぶりじゃな。何か騒がしいようだが、どうされたのかな。いいね、のんびりしてて。あ、バムトゥ、こんなところで会えるなんて、チケは元気ですか。あの子はもうわしの元にはおらんよ。ガトー様が再び漂流神殿へ連れて行かれた。漂流神殿？それはどこにあるのですか。僕は聞いたこともありませんが。ずっと北の氷の大地にある。しかし人は行くことはできぬ。勇者アンディの他は未だ誰も訪れた者はいない。アンディ？ではそこが勇者アンディの伝説にある神の国なのですか。わしからはこれ以上何も言えぬよ。知りたければガトー様にお聞きすればよい。それより一つ頼みを聞いてくれぬか。わしの大事な下流石が盗賊に盗まれたのじゃ。急に話がちっちゃくなる。神の国の話をしてて急にちょっと盗まれちゃったんですけどみたいな。取り返してくれればそれなりの働きはしてみせる。丸掃除を頼んだぞ。確か下流石はさっき盗賊が持ってましたよね。まあ応援してあげてどんどん進んでいければいいかな。いやでもこれ本当にもたもたしてると下からのあの勇者が本当に来ますから。よし、これで OK。 銀の槍もうちょっと買っとけばよかったかな。ちょっとね、魔法防御が高くなってるんですよね。まあパオラで、これパオラ、そう、移動力10っていうのもでかいっす、でかいんですよね、これ。銀の槍、なるほど。23、12しか与えられないわけね。オーラでギリギリ倒せない。高速8か。全然ダメですね。オーラ行くしかないか。もうね、無駄遣いとか言ってる場合じゃないですね、これ。必殺。あれ、一撃で倒せたね。ああ、まあ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 、よかったよかった。じゃあまあ遠慮なく、遠慮なくパオラ姉さんの実力を。
強必殺とはいえ強いでしょ誰に向かって言ってんだみたいな。銀の槍一体だったらなんとかなる。ここまで行って大丈夫ですよね。ちょっと危なかったですね。まあ左に行けば問題ないと。よし。OK。でゴードンが今回キーパーソンですからね。これでとりあえず大丈夫ですね。終了で。これ増援とか前回ね、前回じゃないか、前々回のグルニアのラングのとこでの増援がちょっと恐怖症になってて、敵のターンになるたんびにちょっとビビるっていうのがまだ残ってますね、体の中に。ジェネラル、お、かわした必殺、いいね。これね、相手のターンで敵を倒せるっていうのはめちゃめちゃ大きいんですよね。で、これ気をつけなきゃいけないのは、パオラ最強って言ったんですけど、飛行ユニットなので、そこは気をつけないとダメなんですよね。飛行ユニットは弓矢に弱いんで、これにねぶち当たるともう一発 KO ですよね。一番左下に特攻って書いてあると思うんですけども、飛行系に特攻、これ48、攻撃力が普段は22だけれども飛行系だと48に上がりますよっていう。でさすがに48の攻撃力でやられると、48から守備の13引くと35のダメージ食らうんで一発で落とされますから、そこだけは気をつけないといけませんよって言ってるんですよね。これ結構しんどいっすね。まあ25 14 14、ギリギリ大丈夫っすね。パオラが13、大丈夫ですね。倒せば大丈夫、倒せば大丈夫。よし、いけ。あー、必殺出して欲しかったな。よしよし、77、倒せますね。行こう、ゴーゴー、ちょいちょい。リンダも上がってきてますね。リンダは司祭の指輪、魔導者は司祭の指輪というやつがありまして、それで回復できますね。これレディーソードもうちょっとあるんですけど、これ使っときましょうかね。これハマーンの杖といって武器の使用頻度を回復できます。25に戻りました。ちょっと待って、レディース降りちゃってもいいのかな。いや、鉄の槍のまんまでいきましょう。あとはマルスが行けばそれで大丈夫です。
この章も1回でクリアできそうな気がしますね。あれ、あー、そっか、輸送隊預けちゃったのか。で、鉄の剣とアーマーキラー変えときましょう。忘れた人はいないですね。いや、本当にこれ今度こそは動いてくるんで、そろそろ。うわー、あー、早い、怖い。来るか、ジェネラル。おお、パオラ姉さん頑張ってる。来るなら来い。この橋の上に行くとハーディンが喋ります。うわ、両方倒せない。ですので、タイミングよく動かないとね、本当に上と下から挟まれますんでね。まずはマルスです。大丈夫かね。魔導士が来たよ。これ下手してね、下行っちゃうとうーんってなる。カインカインで抑えますか。カエ、いや、カチュアとこれで抑えれば問題ないでしょう。よしよしよし、5、77、足りないっすね。そのまま行きますか。ゴー、かわしていく。力の素早さ、レベルは最初から上がってる。いいね。基本的な、最も基本的な魔法、ファイヤー。どのゲームでもありますよね、ファイヤーは。よし、3になったところで倒すと。まあもうここをね、終わっちゃえば、まあクリアしたも同然と言っても過言ではない。はい、マルスとゴードンですね。ゴードンを連れて行ってフィーナもできれば、もうちょっと近くにいればいいかなと。ジョルジュはね、動かないので、これをね先に倒しちゃえば、何回も見るやつ。一応村がここにね、情報があってね、確かね、ここの村でね、なんかやっぱりスナイパーはスナイパー同士が話しやすいのかしらね、みたいなおばちゃんがね言ってくれるんですよね。はい、1919、下流石誰が持ってたっけ。シリウスか。オッケー、これで終了。下からどんどん出てきますね。これがね、やっぱり難易度暗黒戦争編より上回っているというかね、新しく追加された分としてちょっと難しくなっている要因ですね。一つ間違えると本当にもうアウトみたいな感じで、
で、この今アーマーナイトゆっくりですけど、下から攻めてくる勇者の動きがむちゃむちゃ速いと、ヒュ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 ンって向かってくるんですよね。倒せ銀じゃないと倒せないか、もしかすると。守備11、高速13、よし大丈夫やな。これ上行くとこいつが喋り出します。こいつなんで、こいつ動いて、あ、マニュアル持ってる。これね、武器レベル上げるやつなんですけど、まあまあいいかな。こっからがまあ本番というか、そうですね。よし、ちょっと30分過ぎますけど、いきますか。あれ、ここ来るとなんか喋り出した感じがあったんすけど、まあいっか。ちょっと今嫌なもん見ちゃったな。守備11できついか。9、必殺出るとオグマ死にますねやばいね。ちょっと待ってね。これで銀の34で倒しちゃうか。多分いけるんで。高速10、大丈夫ですね。おお、 100% よかった。はい、どうもです。もうかなりのは先に倒しちゃいます。銀の弓を持っていたと。お、これ銀の弓預けましょう。よし、これで心置きなくいける。あ、マルスが行くと出てくるのかな、もしかすると。違うね。オッケー。ただもうこれ動きます。ハーディンが喋り出して、ハーディンもめちゃめちゃ早い行動をしてきますんでね。1、2、3、4、5、6、7、当たりますか。おーし、ナイス。シーだ。こっちの方が良かったか。いや、ほっとこう。知らぬがホットケーキ。よし、よしといったもの。よし、赤根弥平が現れた。でもこの赤い軍団並びがいいですね。いかにも、まあいかにもというか戦争している感じがいっぱいあって。ハーディンが喋らないですね。もっとなんか確か橋を越えると喋ってきた気がするんですけどね。おい、また魔導士だけ一番近くから出るっていうのもミソですね。次はもうアーマーナイトが届くんで。じゃあまあちょっとここで話聞いてみますか。やっぱり弓矢は弓矢同士仲がいいんじゃないの。ほらね、これ教えてくれるんですよ。で、弓矢といえばまあアーチャーゴードンですね。それもあって、あの今回ゴードンをね
育ててたっていうところもあるんで、これ守ってるんで基本はねボスは動かないんで。よし、あとはもう全力で逃げるだけっすね。大丈夫ですね。バントゥーこっち来て一人だけ違う。もうこれ入っちゃえば問題ないんで、もうちょっとあと5分ぐらいかな。あ、来ました。ふふふ、マルス王子を久しぶりだな。ハーディ、どうして我が国を攻める？なぜこんなことをするんだ？僕は今でも信じられない。あなたは本当に変わってしまったのか。王子、私はこの大陸の支配者、アカネイア帝国の皇帝なのだ。私に歯向かう者は誰とて容赦しない。マルス王子、たとえお前とでな。この汚らわしい世界を叩き潰さねばならん。何もかも間違っているのだ。反逆者ども、遊びは終わった。お前たちはここで死ぬのだ。全軍出撃、反乱軍を一人残らず始末せよ。アカネイア兵が現れた。これさっきのやつですね。あれ、あー来ました。で早い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 、はい、で勇者も動くと。これがねチンタラしてるとやばいっていう証拠なんですよね。めっちゃ攻めてきますね。あいつだけ遅いっていう。マニュアル取れるかな。すいませんね、時間ちょっとここだけ取らせちゃって。まあただこういうショーもありますよという意味もね含めて、まあエルファイア食らってもね、もう2発食らっても大丈夫なんで、こういうところはちゃんと見てれば大丈夫なんでね。怖いけど大丈夫と。必殺も出ないんでね。まあこれファイアエムブレムずっとやってて結構何回も言っていると思うんですけど、信じているのは 0% か 100%。 相手のこのクリティカルが 0% なんで必殺出ないって分かってるんで、ここは怖くなくいけると。HP がね4とかになってくるとめっちゃ怖いっすもんね。もう普通はね。 OK、 これでこっちのターンに。あれ、あーまだ遅っハーディンも遅えよお前らって思ってるんですかね。でこのショーでハーディンは倒せません。この闇のオーブっていうのを持ってまして、これを打ち破れるのが多分光のオーブ。それ確かそれ持ってないと攻撃が入らない。攻撃が封じ込まれてしまったってなってしまうんですよね。これ倒せるかな。ちょっとゴードンで離してみてって感じで。ジョルジちゃん、すいません噛みました。いや、これね、ゴードンもその時噛んでましたから、ジョルジュシャンって言ってましたからね、ゴードンも。ジョルジュさん、待ってください。ん？ゴードンか、久しぶりだな。少しはたくましくなったようだが、弓の腕は上がったか？はい、今では僕、アルティア1の弓の名手と呼ばれています。絶対嘘だよ、アルティア1って。僕がここまで上達できたのも、みんなジョルジュさんのおかげです。それで、オールド勝負がしたくなってここまで来たのか。かっこいいね、言うね、ジョルジュ。まさかそんな。そうじゃなくて、無理かもしれないけど、また一緒に戦ってほしいんです。お願いします、ジョルジュさん。俺は、ニーナ様には忠誠を誓うが、ハーディンは好きになれない。力で他国を犯し、
反抗する者は有無を言わさず処刑する。今の赤荷屋軍は金で雇われたごろつきの集まりだ。騎士の誇りなどかけらもない。もう一度昔の赤荷屋王国を取り戻すため、俺はあえて祖国に弓を引く。ゴードン、マルソージにそう伝えてもらいたい。あざーす。別にお前の仲間になったわけじゃねえぞアピール、いいね。でも武器はいただくと。ジョブジュ強いんですけどね、ちょっとやっぱり最初から鍛えたゴードンをね今回メインで使ってきますんで、でこれでねここに多分もう入れる、だいぶ制圧できますね。ですのでちょっとこのマニュアルだけは取っておこうかなと思います。ちょうど甘けだ2回、いけるか。ここで決めればかっこいいぞ。ふうふう、結局またパオラ姉さんに頼ってるっていうね。はい、ありがとうございます。ほんと、いやーもう頭上がらないね。パオラ姉さん、こんなマニュアルいらないわよ。制圧。王子、お急ぎください、追っ手が来ます。でもみんなはまだ戦っている、置いてはいけないよ。大丈夫です、彼らなら無事に脱出して片院で落ち合います。さあまず掃除、早くこの船。本当かということでね、ちょっと長引いちゃったんですけど、今回もなんとか1回でできましたので、次章もよろしくお願いいたします。デッシーでした。失礼いたします。